2部が始まりました。完全に2部が始まりました、はい、本当にね。いやいや落ちたんですって、いろいろ、はい、本当にいろいろ落ちたんですって、本当にね。いやー、2部が始まりましたよということでね、はい、MC やります、インドのリンゴです、よろしくお願いします。来たー、バカが来たよということでね。そしてアシスタントのどうぞ。はい、徳永エマです、よろしくお願いします。そしてゲストの東郷さんです、よいしょー。本当にね、はい、この番組はどんな番組なんですか。はい、はい、お願いします。インフレッシュ秋葉原スタジオの、はい、撮影会の生放送です。はい、はい、この番組はお台場 TV からご覧の皆様、はいはい、時空 TV、赤坂 TV からご覧の皆様、はい、全国のインターネットカフェ自由空間、そしてユーストリームからご覧の全世界の皆様、はい、こんばんは。こんばんはです。はい、はい、2部が、というわけで第2部です。そうですよ、2部が始まりましたね。完全に何かが落ちましたからね、本当にね。ドッカン落ちたままってコメントね、はい、伝えてます。綾野 TDO さんがね、はい、ドッカン落ちたままってね、本当にドッカンで落ちましたからね。そうですよ、いろいろあるんですよ、本当にね。あ、先ほどね、先ほどから見てる方もね、いると思うんですけど、もう一回ね、まあ、僕らは2人はあれ MC なんですけど、ゲストのね、東郷さんに何をしてる方かっていうのをね、だって今のままじゃもう、はい、やさぐれたマジシャンじゃないですか。完全に何をしてる方か、お、キャットファイト、キャットファイト、はい、女の子が戦う、戦うファイト、はい、これをプロデュースしてるのと、プロデュース、あと自分バンドやってまして、お、大仁田敦バンド、はいはいはい、まあ、キス&グライってバンドなんですけど、はいはい、まあ、覚えづらいんで大仁田バンドなんです。はい、大仁田バンド、はい、でギターやってます。あ、ギターをやられている、はい、ギタリスト、そうです、はい、なるほどな。え、それはなんかライブとかやってたりするんですか。ライブよくやってます、ね、お、はい、次のライブとかは、次のライブですか、うん、次は2月15日。なるほどなるほど、はい、どこでやるんですか、2月15日。新宿でやります。新宿、はい、新宿のどこで、ワイルドサイド東京ってところ、はい、ワイルドサイド東京、はい、大仁田さんっぽいですね、なんか。そうすごいな。そこに行けば見れると。そうです、主催のイベントが。何時からやるんですか。7時ぐらい、8時とか7時、7時から8時ぐらいって。あ、バウトすぎでしょ、ちょっと。調べてきてください。はい、調べてきてください。結構ね、面白いメンツが出るんですよ。他には30代の世代にはジュンスカイウォーカーズ、ジュンスカイウォーカーズ、ちょっと古い、懐かしい感じ、はい、こういう、知ってるんですか。はい、世代わかりますな。そういう感じの、はい、いろいろ出ますんで。はい、まあ、あとキャットファイトも。なるほど、プロデュースされてると。そうです、はい、これもう10年やってます。お、10年、はい、10年前からキャットファイトってあったんですね。ありましたね。なんか最近というか、まあ、ここ4、5年ですごいフューチャーされたような感じが。10年前にまず第1期のこうブレイクブームが来て、はい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 、もう200人ぐらい戦ってます。200人ぐらい戦っている。そうです、女の子をね、すごい、いろんな、キャットファイトをあんまり詳しく知らない方もいらっしゃるから、ちょっと説明してもらうと、どういう感じですか。はいはい、2部で僕の時間が、はい、そうですね、はい、キャットファイトはですね、まあ、女の子が、はい、こうプロじゃないんですよ。プロじゃないんで、ない子は戦いのプロではないと、はい、猫がじゃれ合ってるから、キャットファイト。なるほど、はい、終わりかよ。猫がじゃれ合ってる。そうです、はい、猫のコスプレとかをするわけでもないじゃないです。猫、何もできない子たちがこうわさわさ戦ってるんです。わさわさ倒れ込んだりして戦うと。見に来てる方もやっぱりこうそういう写真が撮りたい人とか。なるほど。あとやられてる顔が見たい。なるほどなるほど。ああ、なんかその、はい、もう乗られたりとかしてる顔を見たいとか。あとこう頑張れ頑張れってこう女の子にこう応援するスタンスで見てる人。なるほど、はい、いろんな楽しみ方。戦うとこじゃないですからね、女の子が。その何もしてないです。鍛えたりもしてない。格闘技ではないんで、はいはい、特にこう勝ち負けにはそんなこだわってないんですけど。はいはい、はい、なるほど。なんで、よかったらどなたですか。勧誘がリアルや、はい、いやでもそのね、まあ、でもそしたらこの番組にぴったりな告知ですよ。これ写真が撮れたりするとか応援できたりするのは、この番組ですね、あの一部から見てる方にはもう2回目の説明になるんですけども、ここ の, さあの、ね、なんですか、収録のすぐ横でですね、
撮影会をしておりまして、はい、そうですよ、秋葉原ね、秋葉原フレッシュスタジオです。スタジオでね、この後10時までやってます。そうですよ、みんな遊びに来てください。そうですよ、この後ろに今ねいらっしゃるモデルさんたちがですね、はい、まあ、あの今ここにはね、あのいない方もそっちの方で撮影してます。はい、みんな入れ10時までやってるんですかこれ、はい、すげえな、そうです、ね、今日は2時からみたいですよ。2時から、はい、10時まで、はい、すごいな、みんな待ってます。すごいな、はい、学生の飲み会みたいな長さですね本当に。いやいやいや、そんな長いんだ、そんぐらい長いと思います。そうですよ、あ、これどんどん書き込みくださいね、はい、言うっね、遊びに来てくれてます。そうですよ、ドッカン落ちたままバクで終わっちゃうと、ね、コメント欲しいですね。そうですね、どん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 、はい、今入っているユーストリームからご覧の皆様の名前を呼ぶ、読むという感じですか。はい、じゃあ新しく、はい、どうぞ。芦屋兵庫さんですね、兵庫さん、はい、はい、そして綾野 TDO さん、はいはい、EE66 さん、はいはい、フレンプティ5の5、はい、はい、箱崎さん、はいはい、で日々ション、はいはいはい、福庵、はいはい、九太郎九三さん、うん、坂田和彦さん、はいはいはい、うどよしさん、はい、薄駒さん、リハビリみたいになってますよ。大丈夫ですよ、はい、どうぞユーストリーよしおさん、なるほど、はい、ね、ぜひどんどん書き込んでください。よろしくお願いしますね、本当に、はい、あやの TTO さん、みんなツイッターの方に書き込んでますよ。おツイッター持ってないのね。なるほどなるほど、ツイッターの方が、これいや、それ開いてないですね、まだ。そうですよ、はいはいはい、ツイッターの方でもやっているとね、はい、毎週火曜日にやってるわけですからね、はい、すごいですよ本当にね。2週目、まあ、あの2週目にしてあれですからね、もうあのフリートークでいいですよって言ってるからね、はい、すごいよな、いっぱい、あ、すごいですよ、どこからだろう、もっと下、あ、いいんじゃないですかこれ、あ、いっぱいいっぱい入ってる、わ、すごいですね、すごい書き込んでる人は一人ですけどね、あ、違うんですか、すごい、あ、いっぱい入ってます、そうですね、ごめんなさい、今戻ってます。綾野 TDO さん、ものすごい書き込んでくれてますね。ねえ、うわ、嬉しいな。だから、本当だ、落ちた、ポロリしたわね。それどころじゃなかったですからね。あれれれれ、配置を落ちっぱなしですけど。そうですよ、本当にね。そうですよ、ね、何かがドッカンしたんだな、うまいこと言いますね、本当にね。女子増えてるし、こっちの方がいいですね、軽いし。もう一回ドッカンしてくんないですか。そんな天丼いらないでしょ、そんな天丼いらないですよ、ね、ドッカンだ ね、はい、ね、そうですよね、ああこれ赤坂 TV なのか、じゃあ大盛りそばなのね、さっぱり分かりませんよね。分かんなかった、ね、番組の見直しをしております。あ、戻ってきた。TL に書き込んでみた。なるほどなるほど、ネットカフェの空席パソコンで表示してるこの数字だけど、実質見てるのは27人くらいだね、うんうんうん、これだけ視聴者がいて TL が分かんない。優秀すぎでしょ、なんか知らんからんけど、綾野 TDO さん、あー、すごい、大盛りそば一つくださいな、はいはいはい、持って持って、そうですよね、そうですよ、すごい増えてます、すごい増えてますよ、本当にね、あ、本当ですもん、だってこの書き込みのね、このツイッターのツイッターの方が軽いんですよって、はい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 、ドッカンポロリ、なるほどなるほど、盛りそば、まあ、どんどん書き込んでくださいっていうことですよ、どっちもね、ユーストリームの方もツイッターの方も、はい、そうですよ、本当にね、あ、ということでですね、これ、はい、あの同時進行で撮影会もやってますんで、はい、あのこのね、はい、あ、はい、またここまた加わるそうですよ、関口さんが加わるそうです、あ、どうぞどうぞどうぞ、いや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 ね、あのもう一回、あ、じゃあ関口さん今入られましたんで、はい、じゃあ自己紹介の方お願いします。よいしょ、携帯ショップの店員さんなんですか。普段は某携帯ショップの店員やりながら、はいはいはい、おしゃれの活動やったりとか、はい、あとはちょっと歌を今、はい、自作でちょっと作って、自作で作って、はい、いつからのライブとかで発表できたらいいなと思って、へー、あ、でもそれこそね、携帯とかで着メロとかにもね、ね、
すごいな、携帯ショップの店員ですって、すごい新しいですね、はい、携帯ショップの店員をやりながら、はい、夢に向かっています。それは携帯を販売する人ですか？そうですね、あの、まあ、某受付、いろんな受付を、某受付って隠れてねえからと、そしたら、すごいな、受付やりながら販売しながらそうそう、ね、受付で脱ぐことないですもんね。ないですよね、すごいレアですね。レアってどういうことですか？レアってどういうことですか？レアだと思います。あ、なるほど、あ、受付をね、なるほど、はい、お客様には見せてないですね。そうですよね、とってもレアですそりゃそうだろ、と皆さん実際に撮影会などもされてるのですか？そうです、この後ろにいらっしゃる、そうですよね、のあ、じゃあ一人一人ね、あの、はい、読感しましたから、こっちがね、あの、もう一回自己紹介してもらいましょうか、はい、関口、あ、いや、関口さんは、あの、今、どのやったんで大丈夫、大丈夫、もう一回じゃあやりましょう、もう一回勝ったんで、じゃあ2回目です、今の関口美です、はい、普段は某携帯ショップで働きながら、モデルのお仕事、タレントのお仕事、あとは、歌を、マジで2回同じこと言うの珍しいですねいや、素晴らしい、いや、でもやっぱしつこいぐらい言ったかないそうですよ、はい、変わらないかなと思います。なるほどね、携帯ショップで、ね、この格好でやってる人はいないです、ね、はい、いないです、はい、よろしくお願いします、石井さんです。はい、あ、じゃあもう一度、あゆみさんお願いします。お願いします、はい、あゆみです、22歳です。カジテスタイル、はい、タレントやモデル目指して頑張ってます、よろしくお願いします。よいしょー、カジテツ大がヒョウ柄着ないっすもんね、絶対いいっすよ、本当に。あ、そしてお願いします。佐藤亜美と申します。23歳で占い師をやりながら役者を目指す、有名な役者を目指しています。なるほど、一応今年の秋公開予定の映画出演が決まる。なんですか、素晴らしいじゃないですか、それ。なんですか？あ、まだタイトルとか決まってなくて、あの、配役オーディションがこれからなので、どんな役になるか、どんな作品になるかまだ分からないんですけど、一応要はそれで告知しましたねすげえ東京だなこれからですね。なる、これから、はい、ま、占いは先ほども聞きましたけど、どんなの占いをやってるんでしたっけ？気学という生年月日をもとにした統計学という。なるほど、8割当たるという評判を得ています。8割当たる、すごい、8割あと2割よく、よくね、あの、そのパーセンテージとか言う人いないですけどね占いとかで8割ぐらい当たってるなとか言ってくれる人はあります。その人のことが8割ぐらい当たると、はい、そういうことなんだ。あ、じゃあ 100% の時は絶対ねえんですか？まあ、ちょっとは絶対しますよね。なるほど、なるほど、あ、そうか、そうか。でも 8割は当たると。なるほど、でここに来ればね、普通にその撮影会もできますし、占いもできるかもしれないという、はい、なるほど、ぜひよろしくお願いします。佐藤さんでーす、はい、あ、そして、あ、お願いします。こんばんは、2週連続なんですけれども、また出させていただきました、渡辺司です。よいしょ。よろしくお願いします。はい。ここで、あゆみさん、撮影会へ、はい、行ってらっしゃい。そうですよ、ほい。よいしょ。ありがとうございます。こういう感じでどんどん抜けていったりね、入ったりしますね。ね、先週もいましたもんね。先週もいました。そうですよ。で、どこ出身でしたっけ？そうだ、福島出身だったんだ。そうなんですよ、先週すごかったんですよ、あの、秋田出身で、あの、青森出身、福島がいて、そうです、何言ってるか途中から分かんなかったっていうのがありました、本当に、はい、そうなんですよ。あ、どんどん、なんか来てます、たくさんコメント、はいはいはい、あ、みんな読んでくれて嬉しいっていうコメントが多いですね。どんどん読みますから書き込んでください、はい、うん、携帯ショップのお姉さん、水着のコラボはなかなかいいですね。真ん中の、いや、なかなか、ちょっと待って、なかなかないですねって書いてあるないですよ、あ、携帯のショップの、あ、なかなかない、レアでいいですね。そうですよ、そうですね、まあ、でも最近防水携帯とか山ほど出てますからね、そうですよ、水着でも大丈夫はい、はい、真ん中のお姉さんのツイッターアカウントを教えてくださいファンになっちゃった、ありがとうございます。真ん中、私でいいのかな私で行きましょうよ、そこは。じゃあ、そうですね、ツイッターはこれから始めます。なるほど、はい、始めようと思います。やってねえんだ。そう、やってないんですよやってねえんだ。あ、でもブログやられてますからね、ブログやってます、徳永エマのアメブロやってますんで、よろしくお願いします。8割ぐらいあれですよね、犬が乗ってるやつですね、はい、8割。趣味何でしたっけ？トリミングです。トリミング、ワンちゃんの髪の毛を自分でカットしちゃいます
ワンちゃんの髪の毛。なるほどね。毛をね。毛を。はい。その人のやつも切っちゃったんですか。自分のやつだったあ。人のも切れますよ。それは免許とか持ってきた。ないです。ないんかい。ないんか。ないんですけど、うん、あの器用なんですよ、割と。自分で。自分で。自分で行っちゃってください。なるほど。じゃあね、ぜひぜひ。ツイッターも始めてくださいね。はい、ぜひぜひ始めますので見てください。嬉しいですね。そうですよ、はい、この B 級感たまんないわ。水着、水着はいいですよね。そうですよ、 B 級感って絶対、絶対 MC とここでしょ言うてんのは B 級感って。独感占い、独感占い、あ、占いの方もいらっしゃいますからね。他の占いに行こうとは思わなかったんですか。はい、今日できないでしょ。本を使わないとできないっていうことですから。マジっすか。手相若干ってどういうことですか。あんまりよくわかんないですけど。それでいいんですか、見ちゃって。おバカなことで見ちゃって、それだってさっきの8割当たるとか言いましたけど、当たらないでしょ、そしたら。細かい分析ができないんですけど、大まかなこと、感性格とか、話せば分かるだろ、そしたら、それ、絶対、この人、面白いですよ、結果、佐藤さん、面白いですよ、なるほどね、佐藤さんに聞きたいこととか、まあ、むしろのモデルさんとか、僕らに聞きたいことがあってもね、どんどんね。皆さんどんどん質問あったら書き込んでくださいね。で、さっきから質問してくれてるんですよね。あ、質問してくれてる。そうそう、あ、またツイッターやってますか。なるほどなるほど。水着じゃないお姉さんはツイッターこれから始めます。なるほどなるほど。ツイッター、まあまあ、皆さんされてますか、ツイッター。ツイッターやり方がよくわからない、ね、どうしたらいいですかね。ちょっとツイッターやり方わかんない人が携帯のショップの店員やったらいいんですか。いいんすか。最近ツイッター対応機種っていうのがありまして。いや、ありますよね。あるんですけど、なんかアカウント作るのが難しい。なるほどなるほど。私はちょっとメカが、メカ携帯のような、本来であればそれパソコン、携帯電話とかパソコンのことメカって言わないでしょ。メカって、メカって、受付業務はちょっとちゃんとやってますけど。はいはいはい。じゃあいじってるフリスか、こういうの。そうですね。私たちの顔とフリで乗り切る。すげえなー、メカ。メカです、はい、ご指名があれば画面から抜けていくって、卑猥すぎる。なるほどなるほど。あ、ちょっとね、あ、あ、ちょっと寂しかったりする。これ時間でね、ちょっと回ったりしてまた戻ってきたりするの で、ちょっと楽しみに見ててください。そうですよ、本当にね。なんだこれは、ツイッターこれからの、ね、エマさんのブログ見つけましたとかね。あ、ありがとうございます。あ、URL を載せてくれてますので、ありがとうございます。あ、はい、後ろの女性陣の男性の好みは、あ、それ聞きたいっすよね。完全に聞きたいっすよ、うん、携帯ショップの店員さんだったらもう山ほど男性が見えるでしょ、ま、毎日がね、対面してるわけですから、すごい距離も近いです。どんな男性がタイプですか。血管フェチ。あ、手の結果出てる。あ、なるほど。完全に僕出てないですね。ダメですね。ダメですか。ダメらしいですよ。早めに振られたね。まあいいや。はいはいはい。そうか、そうか。血管が出てる人はじゃあチャンスだと。チャンスです。なるほど。あ、だから携帯とかめっちゃいじってて。そうですそうです。あ、なんかペンで書いてるとそこの。なるほどなるほど。針刺しちゃうから。うわ、怖いな、怖いな。なるほどな。メカに弱いくせに。なるほどなるほど、はい、ね、あと、あ、じゃあ佐藤さんは。うちは爽やかで可愛い人。爽やかで可愛い人。なんか面白いな、この人。爽やか。え、草食系。え、結構肉食系なんですか。いや、そうだよ。そうではないですけど、もうガンガン占って。相性がいいと。そうか、自分で分かるんだ。生年月日。なるほど。なるほど。う
体的には具体的もう装飾系な人がいい。あ、可愛い感じの、なんか可愛いって感じの、性格じゃなくて顔がですね、可愛いって感じ。なるほどなるほど。そうかそうか。なるほどな。渡辺さんは。私は友達が多い人が好きです。ざっくりしましたな、いきなり。同性の友達に好かれてる男性です。あ、それはね、ありますよね。はい、ここで大久保咲さん入ります。あ、入ります。どうも。大久保咲さん。はい。はい、なるほど。はい、あ、じゃあ、さっき、メカがどっかにしちゃったんで、ちょっと、もう一回、あれで、お願いします。あ、自己紹介、立ってお願いします。自己紹介をもう一回。はい、大久保咲です。レッスンしながら、はい、エブリケアで働いてます。はい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 。大久保咲さんは学生をしながら焼肉屋で働かれていると。はい、すごいな。学生かっこ焼肉屋って書いたらなんか焼肉屋の学校みたいになっちゃうけど。そうか。すごいな。じゃあ普通にじゃあいつもはこういう仕事はせずにってことですか。あ、目指して。今日は何回目ぐらいですか。今日は初めて。あ、初めて。なるほど。あ、じゃあ大久保さんの好みの男性のタイプ、うん、聞きたいですよ。この中で言ったら一番若いですかね、19歳。あ、19歳ですよ。19歳ですよ。本当ですよ。好きなタイプは。優しい人だ。うん、それ一番優しい人以外は、ね、優しい人は手が高くて、うん、なるほど、他にはめっちゃ焼肉のやつが早い人とかひっくり返されてなるほどね、多いな、はい、でもね、ぜひよろしくお願いします。お願いします、大久保咲さんです。はい、はい、ということでね、はい、どんどん書き込まれてますか。あ、今のブログの読者になりました。更新楽しみにします。ありがとうございます。嬉しいです。ツイッターではアビストレイトユーストリームではカオス、はいはい、あ、前回もねカオストレーナーなるほどなるほど、チャットの方にコメに専念ということで、ぜひお願いします。ありがとうございます。ドッキリメカ、びっくりドッキリメカ、はい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 、はい、あ、ここで佐藤さんがアウトになります。撮影会の方へ、はい、お願いします。いってらっしゃい。だからこれは毎だから10時までですね、はい、そっちの方で撮影もやってますもん。ここで撮影もやってるんですよね、はい、隣でね、撮影会やってますんで、今から全然来れますよ、はい、ね、女性も多いですし、ぜひ来ていただきたいと。アヤノンTDO さんに釣られてきました。なんかけしからん番組ですね。もっとつかさちゃんを映してください。つかさちゃんをもっとつかさちゃん映してくださいということです。はい、つかさちゃんです。かわいい、かわいいですね。笑顔がかわいいですね。はい、エマ師匠、エマ師匠になる、はい、師匠、撮影に指名されたら抜けちゃうのかしら。あ、エマは撮影会は出てないです、はいはいはい、ここで MC をやらせていただいてます。エマさんって自分のこと、はい、エマって言うんですか。はい、エマって言います。なるほどなるほど、はい、ゲストさんで来ていただいてる東郷さんは、はい、僕撮影会やりますよ。撮影会指名があれば、はい、指名があれば完全に脱ぎますよ。冗談冗談完全にね。あ、装飾の定義は、装飾の定義は、なるほど、装飾系男子って先ほどね佐藤さんが言われてましたからね。どこからが装飾系なの。お、ここでですね尾崎さんが入られます。どうぞ。なるほど、なるほど、どうぞどうぞ。あ、背中は、うん、あ、ちなみに今入られた尾崎さんはパティシエをしておりますのでね。パティシエ、あ、立ってもう一度、はい、じゃあ自己紹介お願いします。パティシエ、はい、パティシエということで、得意なお菓子は、焼き菓子が特に。なるほどね。あ、じゃあちなみに尾崎さんの好きなタイプは、動物ですか。動物ちゃう、動物ちゃう。ちょっと待ってください。好きなタイプで動物ですかってどういうことですか。異性ってことですか。異性、先ほどからなんかチャットで
ちょっと待ってください。好きなタイプで動物、動物めっちゃ好きですか？あ、じゃあ好きなタイプ動物で、動物で例えるとどういう動物が？ホウジロザメ。ホウジロザメ。いや、ホウジロザメでパッと出てこないですけど、どんなサメなんですか？あの、もうジョーズのモデル。ああ。人食いなタイプなんですか？タイプなんですか？ホウジロザメみたいな男性がタイプです。男性だとそうマッチョな人とかがいる。なるほど。マッチョ、マッチョな人が。え、あのなんか他にはなんか性格とかないですか？性格もきつめの人、きつめのもう食う人を食うぐらいの感じの。うーん、クールな人がいる。クールな人。ホウジロザメクールな感じしないですけどね。めっちゃうるさい感じするよ。で、踊ってるアイコンが2人いる。踊ってるアイコンどこに映ってるんだろう。あ、ここの、ここがアイコンですね。あ、はいはいはい。サキさんは清純派。サキさん、清純派、うん、サキさん、はい、そして、ショドミさん八百長で解雇された力士による、うん、俺も読めないですね。二人して二人して読めないって悲しすぎますね。みんなで。トモさんわかりますか？50回。50回。スモールレスラー協会設立するみたいですが、皆さんは誘われたら参加しますか？はい、すげえジジイ持ち込んできますね。なるほどね。いやもう参加してみたいですけどね。いやだって面白いじゃないですか。僕なんかね、まあ、そうですね、面白そうですよね。てかどうするんですかね、なんかその辞めた人とかね。ね、そうですよね。相撲を辞めたら太った人になっちゃうわけじゃないですか。すごい太った人にね。ねえ、何か誘われてみたらね、参加。相撲さんとかってすごい食べますからね。みたいですね。すごいですよ。僕あの今なんかそのお相撲さんの友達がいまして、はい、であの1回食事行ったんですけど、すごいですよ。牛丼とかの特盛りをあのもう最初に頼むんですけど、はい、だから最初にどんどん来るんですけど、10杯ぐらい食うんですよ、特盛りとか。10杯。それを酒飲んだ後とかに食うから、ラーメン代わりに食ったりするんで。そこまでなんですか。皆さん食事とかはやっぱモデルさんだから制限されてますよね。やっぱ甘いものとか好きですか？好きですけど。どんな、なんか ダイエットって女性って言われるじゃないですか、はい、なんかどういうのとかしゃべってありますか？私でも14キロ痩せたんですよ。マジっすか？すごい。まだまだ14キロ。まだ痩せちゃうんですか？まだ今社長に痩せろって言われました。すごい。渡辺さん、どういうダイエット法とかしたんですか？14キロって相当。でも2年半くらいかけて、ランニングとか食事制限とか。一番これ成功しますよみたいな。自分で体重計に乗らないこととか。乗らないです。なんかなんとなく痩せたかなって思った時には乗るんですけど、はいはい、なるほどなるほど、はいはいはい、がっかりしたくないんで。がっかりしちゃうと折れちゃうじゃないですか。なるほど。でも1週間に1回ぐらいは折って。いや、もう2ヶ月に。すげえ。それでか。すげえなぁ。東保さんにも質問が。はいはいはい。東保さん、なぜ03なんですか？03、03ですよ、これ。なぜ03なんですか？Tシャツの質問。東京03っていう。なるほどなるほど。東京ゼロさんちょっとお知り合いなんで。なるほどなるほどね。はい、お笑いです。スカサちゃん。なるほどなるほど。あ、ゲストの方にね、はい、あのここで告知をしていただこうと思って、はい、ね、あの東郷さんぜひ告知を。告知ですか。僕もダイエット成功したんですよ。お、僕ね。嘘つけや。ほんま嘘つけや。タバコやめて、タバコやめて20キロ取ったんです。でそこから10キロ半年ぐらい。どんな方法ですか？100グラムダイエット。100グラムこれいいですよ。あの100グラムしか食べない。1時間に100グラムだけ。何食べても。ただ説得力がなすぎて今の。いや僕はね、本当もう前の僕知ってる人だったらまだもう10キロまで行くんですけど。半年で10キロですからね。結構すごい。ヘビースモーカーだったんですけど、やめたらすごい太っちゃった。あ、なんかご飯美味しくなる言いますもんね。
なるほど、ストレスもたまるしって。ライブ告知ですね。はい、ライブ告知。2月15日何かありますって、はい、ワイルドサイド東京ってところで。これですか、この CD の、はい、ライブやります。はい、大仁田敦さんのバンドの大仁田が見たい人は来てください。大仁田が見たい人は、はい、なるほどな、はい、何ですか？ 6 時か7時ぐらい6時か7時、さっき7時か8時言ってましたなるほど、イベントなんで、はい、出番が多分8時ぐらい。でも最初からいれば見れるわけです。そんなに先に疲れると思うんで、いないのはいいと思う。なるほど、なるほど、まあ、無理なさらない程度で。なるほど、はい、ぜひぜひ来ていただきたいと思います、はい、ゲストの東郷さんでした、はいはい、そして あんまり番組とは関係ないんですけども、先週に引き続きまして告知をしたいという方がいらっしゃってます。高村くんでーす。僕も最近3キロ痩せました。知らんがな、はい、どうぞ高田のはママチョップシアターで明日イタズラプリンセスというラブが6時半からございます。はいはいはい。あと11日の昼なんですけど、うん、僕の主催ライブでありますロマンスプロジェクトライブ2011冬というライブがございます、ね、MC にはカスタネット芸人の前田圭さん、はい、そしてチェンチェンさんという女芸人の方と、うん、アイドルマジシャンの方などがいっぱいいる、そんなライブとなっております、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。日にちのところ手で隠さん方がいいよ。あ、そうですか。そうですよ、まあ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 、でもね、どうもありがとうございました。ぜひ高村君の方よろしくお願いします。ということでね、はい、はい、ということでね、これもう一回言いますけどもね、この番組は7時で終わっちゃうんですけど、はい、その後でですね、はい、撮影会は10時までやっているということで、撮影会やってます。そうですよ、はい、皆さんこれ見た後でもいいのでぜひぜひ、まあ、そうですよ、秋葉原に近い、もしくはね、はい、普通に仕事帰りで秋葉原の方に帰るみたいな方は、はい、来ていただきたいなと。まだあと3時間あるので。3時間あります、はい、ね、後ろにいらっしゃる、ね、方々も、はい、そうですよ、だって携帯ショップの店員が脱ぐってことないですよ。そうですよ、貴重ですね。そうですよ、はい、携帯ショップの店員的な対応をしてくれるかもしれない、はい、そうですよ、そうですよ、そうですよ、本当に、はい、はい、来週もやるんですよね、この番組は。はい、来週もですね、毎週火曜 日、番組は6時から7時、撮影会は10時までやってま す、 そうです。来週は2部構成じゃなくて1部構成でやれるように頑張ります、はい、そうですね。はい、本当にね、はい、なるほどなるほど、はい、そうですね、ツイッターの方でですね、皆さんこの番組のことをぜひ告知していただきたいと思いますよ ね、 そうですね、ツイッターに書き込んでもらった方が拡散効果があるから、ね、視聴者増えるようだそうです。そうですよ、はい、ツイッター、そうですね、皆さんこの番組来週も6時からやりますんで、火曜日 ね、はい、ね、エマちゃん見つけた、だってありがとうございます。大丈夫ですね、はい、エマさん何か告知ないんですか。告知は、うん、明日この東京ロッカーの番組の宣伝で、はい、9時から、うん、番組の宣伝で、自由気もっともっと、はい、もっともっとという、もっともっと、なんだよ、なんだよ、はい、どうぞどうぞ、今初めて聞いたの。そうですか、はい、はい、もっともっと自由空間という番組にゲストで出演させていただきます。ぜひぜひ、9時からなんで皆さん見てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。そうですね。ごめんなさい、なんか追いつけなかった人とかいたら。すごいね。はい。いっぱいね。チャットじゃなくてツイッターに書き込むとするか。ファイナル効果ですね。さんね。配信者様、スパンブロックしてくださいます。はいはいはい。ということですね。じゃあ、この前の体型でツッコミです。この前の体型。はい。僕ね、103キロあって103キロそう、やばいと思って、はい、で、今90なんですけど、髪も長いし、そのまま相撲的な感じで流れ行けそうですね、こう完全に行けますよね、はい、新しい、いやでも、もう7時になりましたからね、もうぼちぼち終わりたいと思いますけども、また来週も見てください。ありがとうございました、東京六冠でした、ありがとうございました。